ビールのリストは、アメリカのコロラド大学デンバー校のオーラリア図書館、EN、アウラリアライブラリーの准教授で司書であった、ジェフリー・ビールの作成した、捕食出版社と捕食学術士のリストである。捕食出版とは、研究者が投稿した、論文原稿をまともな作読過程や、編集過程にかけず、著者が論文掲載量さえ払えば、 すぐにオープンアクセスの学術誌に掲載する行為である。捕食出版を行う出版社のことを、捕食出版社、またその学術誌のことを、捕食学術誌と呼ぶ。なお、捕食学術誌の中には、科学技術振興機構が運営する J スティッチ上の学術誌も含まれていた。ビールのリストに対する激しい苦情が、コロラド大学に申し立てられ、 解雇される危険を感じたビールは2017年1月にビールのリストを閉鎖した。ジェフリー・ビールが2008年に個人的に捕食出版社と捕食学術士のリストを作成したのが始まりで2010年半ばにはリストは確立されていた。2011年には18件の捕食出版社がリストされたが2013年に225社。 2015年には693社2016年12月29日には923件の捕食出版社がリストされるまでになった。2013年2月オープンアクセス出版社であるカナダ科学教育センターからビールリストに捕食出版社とリストされているのは名誉毀損だという手紙を受け取った。手紙はまたビールリストから 会社名を削除しなかった場合、民事訴訟で訴えると述べていた。2013年5月、ジェフリー・ビールは、インドのオミックス・インターナショナル社からも法的脅威を受けた。オミックス・インターナショナル社の学術士を、ビールリストに捕食学術士としてリストしたことを、告訴すると脅された。インドの情報技術法の条項 66A に、 基づき、損害賠償額は10億ドルであると通知された。なお、66A 条項は、2015年に、別の事件で、インドの最高裁判所が意見と判断した。ユナイテッドステーツは当に、ダニエル・ボグデン2016年8月25日、米国の連邦取引委員会と、連邦検事 EN、ダニエル・ボグデンは、オミックスインターナショナル社の CEO であるスリヌバブ、ケデラを、 詐欺的なビジネスである、捕食学術業をしていたことで、ネバダ州地方裁判所に提訴した。ビールは、米国連邦取引委員会の訴訟に喜んだ。オミックスインターナショナル社は、捕食学術業で訴えられた、最初の学術出版社だった。訴状は、オミックスインターナショナル社が、出版物の仕方についての研究者を騙した。また、 論文掲載量が数百から数千ドルなのを隠していたと主張していた。2017年11月、ネバダ州地方裁判所は、オミックスインターナショナル社に仮差し止め命令を下した。ビールリストに対する激しい苦情が、コロラド大学に申し立てられ、ビールは、2017年1月15日、ビールのリストを廃止した。コロラド大学ウェブサイトのベルの教員ページも、削除された。 ソーシャルメディアがビールのリストの廃止に最初に気がついた。廃止の理由は学術出版の分析などをする会社であるキャベルインターナショナル社にビールのリストを移行するためだろうと憶測された。しかし同社はその後関係を否定しビジネス開発担当副社長がビールは脅威と政治のためにビールのリストの廃止を余儀なくされたと説明したコロラド大学はまた リストを廃止する決定はビールの個人的な決定であると主張した。しかしビールは後にコロラド大学からの圧力のためにリストを廃止したと以下のような実情を書いた。スイスの出版社は捕食出版社と指摘されたことに起こりビールを激しく攻撃した。またコロラド大学デンバー大学からの激しいプレッシャーにも直面した。これらのことが直接の原因で 2017年1月、失職することを恐れ、ビールはリストを廃止した。そして、2018年3月、コロラド大学デンバー校を退職した。2018年12月時点で、ビールはリストを再生していない。ビールのリストが廃止された後、別の人たちが同じようなリストをウェブ上にアップしている。インドの EN。 シエサー、ストラクチャルエンジニアリングリサーチセンターや、匿名のグループのストッププレデトリジャーナルズなどである。また、学術出版の分析などをする会社である、キャベルインターナショナル社は、キャベルのブラックリストとホワイトリストの両方を、ウェブサイトで提供している。ビールは、ビールのリストに含める補色出版社と、補色学術師として、多様な基準を設定した。以下は、 含まれる基準の例である。科学ライターのジョン・ボハノンロサイエンス誌の2013年論文、EN、Foo, S Afraid of Peer レビューでは、ビールのリストの82%が、捕食学術誌だったが、18%は、捕食学術誌ではなかった。つまり、ビールのリストは、不正確である。フィル・デイビスは、捕食学術誌だと告発された、学術のは、 まともな学術史だった、とビールのリストを批判している。さらに、ビールは、状況証拠だけで、潜在的に捕食出版社の可能性があるとリストに、加えていたようだが、これは、西部の町の保安官が、ちょっと変に見えたカウボーイを投獄しているようなものだ。判定にはもっと正当なプロセスが必要だ、とフィル・デービスは批判した。ジョセフ・エスポジーとは、 ゴールドオープンアクセス学術士とその支持者へのビールの広範な批判は一線を超えていたとザ・スコラーリー・キッチンで批判した。ニューヨーク市立大学の司書であるモニカ・ベルガーとジル・スラセラは発展途上国のオープンアクセス学術士に対してビールの見解が偏っていると批判した。ただ、ベルガーとスラセラはビールのリストに使用した基準は補食出版社や 補色学術誌の特徴を考える上での優れた出発点であると利点も指摘した。低品質で補色的な出版社をブラックリストに載せるよりも特定の基準を満たしていると審査、検証されている出版社や学術誌をホワイトリストに掲載するのは優れた解決策になるかもしれないと活動に賛同している。ユタ大学のウィラード・マリオット・ライブラリーの リック・アンダーソン准教授は、補色的な出版という言葉を批判した。補色的とは何を意味するのかビールは、ある種の補色から出版してもらうことで著者が、出版社に金を払うマイナスという文脈で補色と捉えたが、それが状況を的確に表しているようには思えない。リック・アンダーソンは、補色的な出版の代わりに、偽装的な出版という用語を提案した。 ありがとうございます。